はい、良い子のみんな、お相撲は親王朝のお兄さんヘビリンザマサよチェックというわけでございまして、改めまして大人の皆様おこんにちはのヘビリンザマサよ。さあ、私はゲイでもホモでもありませんというわけでございましてですね、何を言ってるんでしょう、冒頭からね、そういうこと言っちゃダメザマサよというわけでございましてですね、ヘビ蔵のお待ち遠様、大相撲今日の親王朝この糖尿インポやろうってそういうこと言っちゃいけません。私はゲイでもホモでもありません、氷川きよしではありませんね、そっちの方ではありませんというわけでございましてですね、さあ今日はラジオ配信です。今日は何をするかというと、相撲史の研究のお話をしましょうというわけでございまして、始まってしまうザーマスだよ。お客様よろしいかしらね、準備してくださいね。さあそれでは今日もですね、お客様のお耳とちょっとお目目お借りしようかしらというわけでございまして、さあお勉強してみましょうね。さあそれでは番組スタートです、よろしくどうぞ。そういうわけでございまして、おこんにちはのヘビリンザーマスワよ、お元気してらっしゃるかしら皆様ね。今日はですね、12月16日の金曜日というわけでございましてですね、別になんか特別な日があるわけでもないんですけども、ちょっとお時間が空いたんでね、あまりこれリクエストないんだけどもね、お相撲史の研究っていうのはね、あまり聞いてても面白くないかなと思ってるんですけども、まあ場所中でねお話しすることもないということでございましてですね、まあ、ちょっとお話をしたいと思います。で今日は一体何かというと、前回ね、予告させていただきました婦女子の相撲見物の解禁についてお話ししたいと思います。さて、明治維新等あり、そのような空気の中で高砂浦五郎が反逆する以前の明治5年11月場所、よろしいですか。今日もこちらのね、あのホワイトボードにね、キーワード入れてあります。明治5年11月場所には初めて女性が相撲見物を許されるというふうなこともありました。もっとも初日は別として、2日目以後に限って婦女子の見物を自由にしたのである。昔かたぎの年寄りなどは女が相撲見物をするというので憤慨してこれを見たものであった。明治5年11月24日付の東京日日新聞を見ると、実に今日自主自由の権を賜うの際、相撲に限りて婦女子を禁ずるのは理あらざるはず、最も至極のことだと述べられています。さらに明治10年からは前日女性の見物を許されるようになります。そうして明治大正昭和と進み、女性の見物客は次第に多くなります。それも初めは芸者たちだったが、年を追うごとに一般の家庭の主婦、また女子学生たちが多く、ハイティーンの相撲ファンは半分以上が女子であるというありさまであった。文明開化の主張が濃くなっていくにつれて、相撲の持つ古典的な味が一概に旧兵として罵られたことも当然である。のみならず、この当時の各界には八百長が非常に多かった。その点も新しい時代に相応した競技とは言いにくいという批評になって指摘されていた。また抑えという隠語があって、年功を積まなければたとえ実力は強くても弱い先輩に勝ってはならない不文律が行われていたが、これも見物を騙すことを甚だしいものだと非難されていた。よろしいですね。抑えという隠語があったんです。これは後輩が先輩に勝っちゃいけないということです。またこの当時はですね、八百長が非常に多かったということです。よろしいですね。人間それぞれ自立自存すべき今日、このような行為を打破しなければ相撲は滅びるであろうと言われたものである。また裸で公衆の面前で取り組み合うというのはいかにも非文明的であるとして、相撲をやめさせ、力が強いのだからどこかで働かせてはどうではないかという話も出たりした。ざん切り頭を叩いてみれば文明開化の音がすると流行されていたその当時のことである。力士はさすがに大いちょうをぷっつりと切って土俵に上がるまではいかなかった。しかし年寄り連中はさっさとざん切り頭に転じた。明治10年に
従来相撲の行事が脇差しを構えていたのを一般に廃刀令が出た。廃刀令が出てからあるからとして禁じ、土俵に上がる時のみ木刀を用いて持たせたらどうかという意見が出たりした。これに対し内務省ではたとえ木刀といえども行事が刀を刺すことはまかりならんと決めたのだった。今日では盾行事が脇差しを刺して登場するが、そのようになるのは明治の末に国技館が建設された以後のことである。さてこの高砂浦五郎たちの脱会に伴って相撲会所も自ら粛清を図るようになる。しかし元より十分なことはできなかった。脱会組は力士を増やすべく大阪京都からも呼び寄せる。後の初代西の海蛾次郎もこの際に新加入した力士であった。そして明治8年以降、この改正組は秋葉原で興行していた。しかし明治11年になり、同じ東京に2つの力士団が興行するのは困ったものだという警視庁の考えから両方の合同が促進される。だいたい維新後、明治維新ですよ、明治維新後力士は官権の統制を受けることになり、師匠たる親方の免許を通じてそれぞれ慣例を受ける。許可ですね、制度になっていた。その慣例を相撲会所側の力士には引き続き与えて、いわば公認していたほどであるが、警視庁の、これはね、相撲取締規則って呼んでください。相撲取締規則が11年に公にされてから、高砂たちの側もこれを与えるかどうかが問題になっていた。それで両者を合併させようとしたのである。合併ですよ。高砂たちは慣例なしでは立ち行かないことを知って極めて不満であったけれども、会所組に、相撲会所ですね、相撲会所組に、合同したのであった。しかしその結果、今度ですね、相撲営業内規則12条というものが設けられます。そして春と冬の大相撲興行が済んだならば、取締年寄り及び主だった年寄り並びに両大関が立ち会って場所中の勝負をいちいち検査し、給金の増減を図ることが定められた。この組合の年寄り取締り、いいですか、次いきますよ。この取締り年寄りは会所の仲間全員で投票します。もっとも関取以下の者はその師匠へ投票を一任してしまうことも差し支えないとされていました。このような投票の方法は今でも表向きではないけれども残っているのである。こうした内規則ができたために、高砂たちの祖師も一応貫けたこととなる。彼ら改正相撲組と称していた力士団は復帰をしてみると相撲以上の働きをしていたので面目を保つことになる。この合同の以前、明治9年12月に大関を8年務めた境川波右衛門が横綱を許されます。その時は35歳です。力士としての盛りを過ぎていたが、温厚な人格ゆえに特望が厚く、引退後も相撲長という役職につき、年寄り専務として各界のために尽くすところが多かった。なおこの当時、相撲会所と吉田司家とが疎遠になっていたため、境川の横綱免許は京都の五条家から得ただけであった。五条家は菅原姓で、のみのすくねの子孫だと称する家である。吉田家よりも立場は上のわけであり、吉田家は五条家の目代の流れだと言われています。その五条家はこれまでも稲妻来五郎、神幕九五郎に横綱免許を与えています。しかしこの二人は後から吉田司家の後日門人となり、横綱として追認を得ています。境川だけは五条家の免許のみでした。しかし吉田司家としては奈良時代の行事の志賀清林の子孫だという伝えをもとに、伝統的に自分の方が各界を支配するものであるといい、熊本の県庁から達志も出されていて、相撲についての総監督であるかのような宣言をします。それで次の横綱の
梅ヶ谷藤太郎、初代ですね、初代梅ヶ谷藤太郎が横綱免許を受ける時から再び吉田司家の管轄となっていくのであります。というわけでございました。いかがでございましたでしょうか。あんまり面白くないかしら。もしこの明治時代のねお相撲のお話、まあ、もしご好評いただけるのであればですね、次はですね東京大相撲協会の設立というお話に、させていただきたいと思います。やっとですね相撲会所から協会って名前に変わるんですね。まあ随分長いですね、本当この歴史ね。まだあれですよ、私のこの、ね、レポートはですね半分も言っていません。はっきり言います、まだ明治時代でも半分も言ってません。それだけお相撲の歴史って長いんざますわよ。奥様長いんざますわよ、ね、まだまだね喋り足りないとかって、ヘビリー思って、別にねもう話したくもないんざますけどもね、まあ、でももしですねこのお話ね相撲史の研究というのを聞きたいという方がいらっしゃったら挙手なさってください。おコメントにてどうぞ、私ねリクエストがある限りお話をさせていただきます。さあそれではですね、ご挨拶しときます。なんかありますよもやま話、お相撲のよもやま話なんかありますか。だって一智君はお話なかったことになってますわね、小柳君は引退しちゃったね、明月院君も引退しちゃった、あと別にこれと言ってない、まあ親王朝の打ち合わせしてるってぐらいのもののお話ざますわね、まあよろしいんじゃないんですの、あの人たちは基本親王朝ざますからね、まあ、そういうわけでございましてですね、それでは久しぶりにご挨拶しときましょうか。いつも割愛して申し訳ありませんからね。はい、姉ちゃんは明日あるからいいやというわけでございまして、川原さんおコメントありがとうございます。お元気ですか。なんか夜になると冷えますね。関東の方はですね、昨日、渋谷の方ではですね夜の11時過ぎぐらいにちょっと氷点下を指したみたいです。寒かったですよ、おかげさまで。いや寒いな寒いななんつってね、嫁に言ってましたらね、ストーブ炊かなきゃなんて、ストーブっていかがなものかとなってやってたんですけどね、まあそれでもちょっと少し炊きました。寒かったですね、そしてその次ですね、はい、森子先生おこんにちは、いつもおコメントありがとうございます、本当にね忌憚なきご意見、いつもいつも本当に感謝申し上げております。私も大変勉強させていただいております。やっぱりねお相撲にお詳しいのと、やはり政治経済にもお詳しい、また文系のねまた史学歴史の方、まあ、ヒストリーの部分ですね、ヒストリーに大変お詳しくいらっしゃいますから、ぜひ私もですね、一度ですね徹底的にですね仕込んでいただきたいと、別に仕込んでいただきたいって別に私は芸じゃないわよ、大丈夫よ、私そういう求め方しないわよって、そうじゃないざますけどもね、それも半分冗談です。半分冗談ってのは半分本当に全然冗談ざます、森子先生びっくりしないざます、私はホモではありません、芸でもありません、ね、大丈夫ざますからね、ぜひ私学の方ですねちょっとみっちり叩き込んでいただけるとですね、ヘビリーもですねこの相撲史の研究とか相撲史にですねより良い拍車がかかるのではないかなと思っておりますので、どうぞ機会がありましたらですね森子先生ぜひうちの学校に遊びに来ていらしてください。お茶菓子とお茶ぐらいしか出ません。はい、あと時間がまたげばですね学食ぐらいのご馳走はできるかなと。はい、まあ、ちょっと学校の外に出てねランチぐらいはちょっとお食事お招きできるかなと。まあでもあまりすごいものはご馳走させていただくことはできないかしらというわけでございまして、そこはご勘弁いただいて、まあもちろん謝礼も出させていただきます。ただで何でもただで教えていただくなんて、私そういう貧しい発想してませんからね、きちんと何でしょう、形成催眠の一人としてですねきちんと謝礼は包ませていただきます。まあ1時間のレクチャーで、まあ、国立大の教官は1時間のレクチャーがだいたい4000か5000ぐらいのね時給になっておりまして、まあ、それに見合ったそれに、そうした金額でねお謝礼出させていただきたいと思ってますので、ぜひ私めにですね、小生めに叩き込んでいただければ個人でございます。はい、その次ですね、小与手先生いつもありがとうございます。こんにちは。寒いですね、小与手先生のお住まいの方は寒いですか、いかがですか。ね、ワクワクオブツランド、じゃあそれは違うざますわよ、ね、いつも貴重なおコメントありがとうございます。お父様がね本を与えてくださると言うと、大変恵まれた環境のね、お家柄だったんじゃないでしょうかね、本当に素晴らしいと思って、私の家なんかはね全然ね本なんか
自分で勝手に読めなんて言われましてた、いえザーマースはよ、もう全然だからね、ヘビリンもこの通りですね、学がないザーマースでしょ、学がないからもう大変なんザーマースはよ、本当学校で仕事でもね、あの今日もね国家安全保障論でね、あのちょっと1時間半、約90分ね、あの90分一本勝負ってね、別にあのプロレスやってるわけじゃありませんけども、あのレクチャーさせていただきました、学生の前でね、してきましたけどもね、本当に学生連中からね、先生頭悪いんじゃないのなんてこうやって言われて、あらごめんなさせなんてこうやって言ってたわけざますけどもね、ごめんなさせでね、あの許される問題でもないんじゃないのっていう話でございます。はい、その次ですね、マーサーピーをコメントありがとうございます。お元気かしら、寒いでしょ、暖かくして過ごすんざーますわよ、ママ上は心配してるわよ、本当にもうマサピ大丈夫かしら、もうママ心配よ、もう本当にママ上心配よですからね、なんか困ったことあったらいつでもママ上のとこいらしてくださいざーますわよというわけでございます。さあその次ですね、松山親方どうもこんにちは、松山さんもこんにちは、おコメントありがとうございます。あの本当にね、箱フグちゃんがなんか知りませんけども、来場所の成績次第ではあのお綱を張るっていうのはね、あのお相撲協会あれなんざーますって、ほらテルピーがあの始末でしょ、テルピーいつ戻ってくるか分かんないって話になってるざーますでしょ、1月なんか出れないざーますわよ、両膝にメス入れてね、そんなね2ヶ月かそこらで出てくるんだったら、そら仮病ですから、そんなものね、ですからまあ多分5月場所ぐらいまで出れないんじゃないのっていうのが、一般の整形外科のお医者さんたちの見解ですね、私が聞いてる限り難しいって。うん、2場所3場所どころか5場所ぐらい休まなかったら、要するにだから10ヶ月、5場所って10ヶ月だもん、10ヶ月ぐらい休まなかったらちょっと痛みが引かないし、そのオペした部分がね感知しないんじゃないの、もともともう相当壊れてる状態で痛みを取ったわけですから、もうほとんど歩けなくなるんじゃないのっていうお話を聞いています。まあ、もしですね、松山様の方で、いろいろ耳に入っている情報があったら、ぜひヘビリンに教えてくださいザーマスはね。はい、そういうわけでございまして、他にもたくさんおコメントありがとうございました、感謝申し上げます。ちょっとね時間がありませんね、ちょっとあの割愛をさせていただきますことをね、どうぞご容赦ください、申し訳ありません、ごめんなさいね。それではエンディングに入ります。はい、エンディングでございます。花田勝る氏がって、またこればっかりやってて怒られるざますが、本当喉ガラガラってわけでございません、ね、お客様ね、皆様ね、空気乾燥してるざますからね、喉気をつけるざますよ、喉飴を舐めるとか、あとはねもちろんね、今まで通常通りにね、流行り病の、予防策としてね、うがい手洗いは当然ですけども、この喉のね、痛みも取るためにね、うがいなされるといいと思います。鼻うがいなんかもいいんじゃないですか、この時期ね。はい、そういうわけでございましてですね、花田勝る氏がこのお相撲の歴史っていかがざます、あんまり面白くない、どうかしら、これもしかしたら私の満足のマスターベーションだけで行っている行為、もしかしたらいかがなものかとってこういうふうに言ってるわけざますけどもね、まあ川原さんどうです、これ面白くない、面白くなかったら言って、あのさっさともうこれ引き上げますからね。まあでも、もしね、レギュラーコメンテーターの皆様の中でまだまだ続けろって聞きたいよっていう、お話があればね、もう明治大正昭和とね、ちょっと平成までいける、話そうかな、平成話してもしょうがない、もう皆さん見てらっしゃるから、昭和の真ん中ぐらいまでお話をして終わらせたいなと思ってるんですけど、まだ私のレポートは半分にも満たしていません。ですので結構長いんざます、だからこれ始めるとちょっとしつこいざますよね。まあそういうわけでございましてね、いよいよもう12月も中旬になりますね、寒くなりますよ、ね、お客さん今年はね、昨年に比べて7割以上寒くなるという予報が出ています。ですから暖かくして過ごしてください、うがい手洗いね、厳重にね、しっかり食べてしっかりよく寝てください。それではまた皆様お会いいたしましょう、ごきげんよう。